なるほど、ためになる人生の法則。今まで生きてきて分かった人生の法則あげてけ。沈黙は金。八方美人は性格悪い。継続は力なり。三つ子の魂100まで。空気読めない方が幸せな人生歩める。幸福のハードルを上げても幸せの感じ方はさほど変わらない。自分より他人を幸せにする方が幸せになれる。そしてそれを行うためには自分に余裕がないといけない。人生は実感が 100%。 いいことすれば返ってくる。笑顔に勝る化粧はない。こういう関係の大抵のことは本当にごめん、もっと大人になるよと目を見て言えば許される。何もしなければすぐに時間が経つ。背伸びしたらキリがない。向上心は上級の餌。嫌われることを嫌いすぎると誰からも嫌われる。人生で必ずやるべきことなんてない。やりたいこととやりたいことをするための供養しかない。努力はある程度報われる。しかし努力しても無駄だと思わせるものは至るところに存在する。子供の可愛さは持ってみないとわからない。世の中無駄なことたくさんあるが無意味なことは一つもない。人生で得をするには賢くなる必要がある。人生を楽しむにはバカのままでいる必要がある。目は口ほどに物を言う。業にいれば業に従え。止めるものはますます富む。金につけても人脈につけてもスキルにつけても。哲学を持たないと分かりやすい方に流される。綺麗事と切り捨てるのは簡単。簡単だから切り捨てる。口がうまけりゃ案外モテる。分かるブサメンよりの普通面だけど、コミュ力と行動力さえあれば彼女はできる。今の自分を励ましてくれるのは過去の自分だけ。今の自分を律してくれるのも過去の幼い自分だけだと思う。意識高いマウント取る人と意識低いマウント取る人は意外とうまくいく。根性論はかなり役に立つ。人生は悪ふざけの延長線上。正直者がバカを見る。幼稚園で教えてくれたことは大人になっても役に立つ。酒はやめた方がいい。人に迷惑をかけてはいけないということはない。迷惑をかけざるを得ないから、そこからどうするかを考えた方がいい。人は毒により生かされている。因果応報は自らの行いが形成した状況と周囲の状況から自らが認識することで発動する社会的制裁の役割を果たす呪いのようなもの。尊敬できる人物がいるだけで自分の行動にも自信が生まれる。八方美人にならなくていいと思う。8割の親切はおせっかいで終わる。でも残りの2割でお釣りが来る。求めても手に入ることは少ない。奪うか作るか与えるかした方が手に入りやすい。現実逃避しすぎると寂しさが何倍にもなって帰ってくる。周りに変な奴が集まるようになったら近い将来自分もそんな感じになる。現実逃避の苦しみに対する唯一にして最適の解決法は現実と向き合い、さっさと一歩を踏み出すことだけ。それ以外はない。言葉で解決などしない。1はアホ、沈黙は金の後に雄弁は銀と続く。そしてそのことわざが生まれた当時は銀の方が価値が高かった。つまり喋る方が得だということだ。まあ場合によるがな。夢を否定するのは簡単、夢を応援するのは難しい。大きな力を持つと暴走する自分だけは大丈夫なんて絶対にない。どんな社会的ステータスあってもそれの生かし方や振る舞いで幸福度は変わる。自分語りをしないと自分を見失うけど、自分語りが過ぎると煙たがられる。人付き合いではこの辺のバランスを考えるのが大事だと思う。優しい言葉は大体優しくない。特に人間性知らない他人は時には優しい嘘で騙されるのもまた良いことじゃないかと思う。まあね。
関係性気にした優しい言葉は踏み込めないことが多いから仕方ないのはわかる。そして時には騙されて癒されるのも有益なのもわかる。騙される方が悪いと主張する。なぜなら騙すということはしんどいから。顔見たら性格わかる。顔というか表情かな。教えるのが下手で教えたやつをバカだというやつは大体バカ。死ぬ勇気がないならごまかしていくしかない。勝手に期待して勝手にキレてる人は不幸になりやすい。してもいない約束に縛られてはいけない。人の言うことばかり聞いていると痛い目に遭う。金は無限だが時間は有限。勉強しない人は愚か者である。できないものはもっと愚かである。時間泥棒は寿命泥棒と同じ。本当に話が上手い人って小難しい言葉や言い回しを使えたり物事をこと細かく説明できる人ではなく、聞き手の性格を見極めてその人その人に分かりやすく楽しんでもらえるように伝えられる人だと思う。残り物に服はない。しつこい人間には触るな。付きまとわれる。金は稼いだというより皆さんからいただいたもの。いただいたものはお返しすればまた帰ってくる。毒親とは縁を切れ。卒業してからも一緒にいると不幸になる。分かっていても分かるわけにはいかないことに苦しんでも仕方ないからもう分からなくていい。死後の世界や幽霊など存在しない。自分に自信を持てれば人生うまいことを運べる。自分に自信を持てなければ何事もうまくいかない。というかそもそも行動する気すら起きない。今を生きたもん勝ち。明日のことなど考えない方が楽。人生に意味はないし作った意味も途中変更しても良い。一番ベタで変更もしなくて住みやすいのが幸福追求。言うほど責任なんてないし作られた責任もそこまで本気にならなくて良い。ブラック企業を辞めるときはバックレが正解。女は怖い。辞めたかったら辞めろ、逃げたかったら逃げろ。ネットには手段についてばかり語られる。そしてそのせいで手段にしか目がいかない人が作られる。女の腐ったみたいな奴にはご用心。働いているだけなら偉くも何でもない。無能は家でゲームしていた方が世のためになる。人の気持ちになって考えろとは言うものの、結局は他人は他人でしかない。でも理解しようとする姿勢は見せていくべき。ただ働くだけのものは愚か者である。説明聞かない人は説明するのが下手。人生はただの時間稼ぎである。不幸なものはやっぱり明日も不幸である。どうでしたか？結構いろんな考え方があるものですね。ためになるものも多い気がします。ご視聴ありがとうございました。